こんにちは。心霊第7世代のシークエンサー友です。よろしくお願いいたします。ということで今日は初の怪談師の方にゲストで来ていただきました、下駄花尾さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、ふざけた自己紹介してしまいました。いやいや、あの初なんですか？初です。それが僕今びっくりしました、ね、初です。初です。あ、そうですか。はい、もう全然怪談師の人、とにかくまあ怪談とはちょっと違うことと怪談をやってる人には出ていただいたことあるんですけど、はいはいはい、まあ、島田秀平さんだったりとか、うんうんうん、スマイル C さんのヤスさんだったりとかあるんですけど、うん、もう本当にこんなザ怪談というゲストの方に出ていただくのは初めてです。ああ、よかったです。じゃあ、はい、ありがとうございます。なんで一応知らない方にご紹介させていただきますと、はい、下駄花尾さんは火葬場で働いていた経験を持っておりまして、またミュージシャンとしても活躍している方でございます、はい、そして何より忘れてはいけないのが怪談日本一の称号を持っている方です。あーね、はい、いや、あの時お世話になりました。ありがとうございます。あの時はもうボロ負けしました。いやいや、ね、ほんまにこれ皆さん言っときますけど、はい、ああいう賞レースの楽屋ってめちゃくちゃ苦手なんですよ。もうなんかみんなやっぱりその、まあ、ピリピリしてるってわけじゃないけれども、はい、やっぱその戦わないといけないでしょ。そうなんですよね。もうね、戦いたくないんですよ、本当。だからそれこそ音楽もそうですよ、まあ、音楽コンテストも、ね、でもそれはやっぱり、まあ、その中で盛り上げようということでこう、まあ、やるという面があるのでね、人間はね、まあ、うん、戦いが好きですからね。そうなんですけどね、はい、今日その戦いの場じゃない時点でこのお会いしてる感じが今すっごく嬉しいです。あの僕も初めて下駄さんとそれこそショーレースでしかお会いしたことなかったんで、はい、あのこんなに心穏やかに会ってるの初めてかもしれないです。そうですね、はい、もうあの時の早友さんの僕を殺す目、そんなことないです。全然あのね、僕ほんと冗談抜きで言いますけど、怪談最強戦で一番ダラダラしてたと思います。ほんと周りに失礼なくらいダラダラしてたんで、やっぱね、僕ね、個人的に好きな怪談嫌いな怪談っていうのがあるんですよ、うんうん、僕ね、週に2回コラボを大体させていただいてて、はい、それがですね、まあ、大体売れてない後輩芸人だったりとか出ていただいてるんです、うん、たまには有名な人も出ますけど、うん、これなんで後輩芸人にお願いするかというと、うん、いわゆる作り上げた怪談じゃなくて、こんな怖いことあったんすよっていう話なんですよ、はいはいはい、例えばバイト先のカラオケでこんなことがあったとか、うん、働いてたガソリンスタンドに行った従業員はこんな人だったとか、うん、生々しいんですよね、うんうんうん、でこれも僕個人的な好みで好きな怪談なんです、うん、なんで、下駄さん初めてお会いしてどんな方なんだろうと思って怪談拝聴してたら、まさにちょっとリアルな怪談の方というか、その感じでいくと確かにドンピシャかもしれないですよね。かなりドンピシャです、本当に。あの、それこそ火葬場で経験したお話だったりとか、それでなくとも本当に生々しい怪談話されるじゃないですか。あの、そうですね、僕最後のその、まあ、決勝の時は自分のおばあちゃんの話しましたからね。そうでしたね。はい、そうですね。あれもすごいですよね。その作りようがないですね。そうなんかすごい生い話。あの母親がね、あの DVD になってるんですよね。あの怪談最強戦の。はい。でその DVD を母に僕送ったんですよ。はい。こんな話したよって言ったら、はい、なんかありがとうって言われました。いやー、あの話してくれたんだねみたいな感じで。優しい家族。そう。これ本当ね、皆さんにぜひ僕のチャンネル見てくれてる方にはもう本当に聞いていただきたいなと思う怪談師の方なので、今日ちょっといくつか喋っていただけたらなと思うんですけれども、はい、よろしいでしょうか。わかりました、ありがとうございます、ではですね、はい、これね、もうまさにじゃ あの火葬場職員だった時の話をちょっとさせていただきたいんですけども、はい、あの普通に単純にリアルな話なので、はい、その何でしょう、本当に皆さん聞いてうわー怖いってなるかどうかは僕は保証できません。なるほど。けれども、あのこういうことってあるんだなっていう話です。はい、はい、ですね、まあ火葬場って結構ね、いろんな仕事、まあそれは火葬するのもそうだし、でお骨上げをするのも当然お仕事で、まあ事務所にもお仕事、はい、もう結構僕が働いてるところでものすごく重要視していたのが掃除なんですよ。掃除、はい、これはものすごく重要視していたんですよね。まあ、あのそこの火葬場は、まあ、最新のものすごい綺麗な火葬場ではなかったんですよね、はい、でも古くても綺麗にしているってやっぱりこうやっぱ違うんですよね、はい、
だ新しい火葬場と遜色ないというか、はい、古くてもこうちゃんと綺麗にしていた火葬場の方が遺族さんも来られた時にですね、あ、綺麗だなっていうのを思っていただけるということで、はい、まあ、掃除にはかなり、気を使っていたと。確かにあんまり行ったことないですけど、うん、火葬場ってピカピカですもん、ね、まあそう、基本的にはピカピカにすることが多いと思う。そうですよ、ね、はい、で、一番気をつけていたのがその火葬場のホールね、はい、実際にまあホールで、そこのホールにまあ、あの個人さんの遺骨が出てきて、でそこでお骨上げをするっていうようなパターンの火葬場だったんですけども、はい、お骨上げ終わった後にですね、歩くとジャリっていうんですよ。ん、はい、これ何かというと、要は本当に小さいですけども、はい、すごい小さい細かい個人さんの遺骨がたくさん落ちてるんですよ。あー、なるほど、はい、でそれはもう仕方がないことなんでね、物理的に。だからそういうことがないように、あのものすごくもう掃除をするんですよ。しかも床が白かったら全然見えないですから。はい、確かにそうなんですよ、はい、綺麗なその白のね、石畳というか綺麗な感じなんですよ、はい、で余計に見えない、はい、でそれでまあものすごく掃除をするっていうぐらい、あの、まあ、ものすごく掃除をまず大切にしているという大前提がある上で、はい、ある日なんですけども、僕とあともう一人上司の方がまあおられまして、でその二人で、今日を火葬場のまあ業務が全て終わった後に2人で掃除をしようという話になったんですよね、はい、まあ、他の方も書いていただいて、その人と僕と2人で、で、まあ、ものすごく仲良かったというのもあるし、プラスその、まあ、これから の, その火葬場の運用をこういうふうにやっていこうとかいう話し合いもしたいというような、まあ、そういったニュアンスもあって掃除をしましょうと。で、本当にね、いつもやらないようなところをたくさん掃除するわけですよ。で、それをもう作業着着て粉まみれになりながら、まあ、その粉は何かというのはもう言わずばらなんですけども、の状態で今やるわけですよね。で、それがもう結構長い間ですね、夕方の6時から始めて、最終的に帰ったの夜の12時とかなんですよ。結構かかるじゃない。でも、ね、夜の10時くらいに一旦切り、まあ、終わって、はい、でお風呂に入ったんですよね。そこの火葬場お風呂あるんですよ、はい、結構お風呂がある火葬場って多いんですけど、でお風呂に入ってさっぱりして、でそこからその、まあ、大体2時間弱2人で、そこの、まあ、休憩室というか事務室で2人で椅子に座ってですね、はい、まさにこんな感じで、対面でですね、いやここはもっとこういう風にした方がいいよねとかいうのを、まあ、2人でずっとこう話し合いをしてるんですよね、はい、で、まあ、話し合いしながら、まあ、言ってですね、結構な時間じゃないですか、もう夜だし。でその次の日もですね、お互い仕事なんですよ。で朝の僕の場合は6時半くらいに起きて、もうこう用意して行かないといけないんですよ。ってなるとそろそろ帰りたいんですよね。そうそう、まあそうですよね、さすがに。いや、はい、別にいいんですけど、はい、すごく有意義な時間だったんですけどね、まあ、でも、まあ、そろそろだなと思う。でも上司ですから、はい、やっぱりそれはまあ話を聞きながら、でなんとなくぼんやりとですね、休憩室の、まあ、ある一角に実はあのテレビがありまして、おでそのテレビ何かというと、これ防犯カメラのテレビなんですよ。で何が映ってるかというと、例えばそのホールね、はい、ホールをこう全部映すとか、なるほど、であと、まあ、かす、まあ焼き場というんですけど、そのいわゆる焼くところ、うん、のところを映したりとか、はい、あと裏庭を映したりとか、でそして煙突、はい、その実際に煙が出るところを映してる。これもあの煙が出すぎたら、はい、苦情が来るから、まあ、そういうふうなことを映してるんですよ。苦情来るんですか。そうです。でそれを大体ですね、まあ5秒10秒くらいの間隔で画面がパッてずっと切り替わってるんですよ。なるよく見ますね、なんか映画とか自動的にずっとそうなってるんですよね、はい、で、結構暗くてもですね、逆にこう白黒になってちゃんと見えるみたいな、はいはいはい、でも夜中なんで、まあ、言うたらほとんど白黒なんですけど、それがパッパッてずっと切り替わってるんですよ、はい、でそれを僕本当に完全に無意識になんとなく見てた話を聞きながら、いやそうっすよねっていうのを見てたら、パッて変わった瞬間ですね、そのホール全体映すところが、はい、まあ、映ったんですね。その時にこのカメラの画面があったとして、なんかね、本当にそれこそ人の頭ですよ、はい、みたいのがぐーってこう黒いのが出てきて、スッて消えたんですよ、はい、でえっと思って、でそういうの見たら、まあいろいろ考えるじゃないですか。いや、もしかしたら虫とかね、何か虫がそのレンズにこうついてとか。でもなんでしょう、これ本当にニュアンス難しいんですけど、本当にこうって言って、こうってあのスッてなったような、本当にそんな感じだったんですよ。なんか虫だとガチャ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 、そうそう、なりそうじゃないですか、ね、はい、そうで、うわっと思って、やっぱ怖いじゃないですか。怖いですね。で、あのとりあえずもう見ないようにして、
もうだから逆にこっち見て、ああそうっすよねって見ないようにして、ほんとそうっすよねとか言ってたら、あのその上司の人がそろそろ帰ろっか、ああ言ってくれたんですよ、はい、で、あっよかったと思って気づいてくれた、そうそうそうよかったと思ってまあなんかね、やっぱその僕はもうちょっと帰りたい、帰りたいなってなってた、そうしてたかなと、あの一応ね見せないようにはしてたけどバレたかなとか思いつつ、ああそうですね遅いですもんねって言って、はい、でじゃあ帰りましょうって荷物取って電気消して帰り際に見たって言われて、おおはい、だ見てたんですよ上司も、同じものを見てたんですよ、見てたんですよ、はいはいはい、でああらカメラっすよね、はい、ったらそう、いや分かんないけどちょっと怖いからさ帰ろうって言ったんだよごめんねって言われて、ああそうかっていうのはこれ一回実際の話です。怖い。これって別にね、その絶対にそれが幽霊だとか言えないですよ、まあ、何も分かんないですけど、はい、まあやっぱ怖いですよね。だって下田さんはもちろん多分その方も別に霊感あるとかでも何も全く、ね、全くはい、ないです。で多分カメラの位置はホール全体を映すって考えたら人間の頭が届く場所じゃないですか。ないですね。おっしゃる通り天井です。天井からこう映してるんで。そうですよね、はい、だからもしそうならなんか4メートルぐらいの人ですよね。とか脚立とかなんか使わないと、うん、使わないと無理です。いやこれ怖いな。人間のなんだろう、名前なんかこうぬーんっていう動きでなんか、そう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 ってこれってことですよね。はい、そうです。あの隠れる時にこうスッていった感じ。いや、やっぱ残ってるのかな。いや僕そんなにお葬式とか火葬場に行った経験がないんですけど、やっぱダントツとお化け多いの病院なんですよ。うん、そこで亡くなることが多いですからね。そうですそうです。でまあスポーンと抜けてっていうことなんですけど、うん、やっぱ火葬、日本って火葬文化なんで、うん、体燃やすと強制的に肉体から離れないといけないんですよね、うん、まあお葬式までは自分の会いたい人って大体葬式来てくれるんで体に残ってるんですけど、はい、そこから先はから体ザーって焼くと絶対その魂みたいなのポンと抜けざるを得ないんで、うん、それを踏まえるともしかしたら初めてそこで抜け、そして何か影響、電子機器とかに影響を与えるっていう霊障って起こりやすいのかなって考えると、それはお化けだった可能性がかなり高い、ね、ああなるほど、そうか、はい、あそういう感じ。カメラに映るのはやだな。いやでもね、あの意外となんですけど、はい、意外と例えばその葬祭業でね携わってる方って、はい、まあ、僕も一応リアリストとは自分では言ってるんですけれども、はい、意外と、まあ、そういうの、まあ、あるかもしれないよねっていう方ね結構多いですよ。多いんですね。多いです。意外と結構言われるんですよ。葬儀屋さんとか火葬場職員さんは現実にねそのやってるわけですから、はい、そんなのないないって言いがちと思われきや、意外とそうでもない。でしかもなんかそんなに怖いっていうメンタルになれてない人も結構いますよね。そうです。なんかいるよぐらいの感じ。そうです。でしかもなんですけども、これはね、まあ、働いている人目線だと思うんですけども、はい、僕も例えばそのね、そのパッてなんか出てきてパッて消えたの、それを見たら怖いですよ。怖いですけども、はい、何にも文句言われる筋合いはないと僕思ってます。なぜかというと、ちゃんと仮装してちゃんとお骨上げしてちゃんとやってるからです。確かに。そう、本当にそうですね。だからもし出てくるんであれば、あ、なんかありがとうって言いに来たのかなぐらいの気持ちなんですよ、うん、ですね。そう、まあでもでも怖いですよね。怖いそれは怖い。いや、それはやられたら、そう、それはやられたら怖いっていうようなイメージです。いや、いやでも怖い。ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。でちょっと次お聞きしたいのが、はい、下田さん個人的にすっごい怖かった、はい、一番怖かったぐらいの階段を。個人的にですか。個人的です。自分からっていう。お子さんが亡くなった。で、お次もちっちゃいんですよ、うん、今もう辞めてるから言うんです。なんか今日仮装した子供かなと思って。